はい、12月の2日の土曜日ですね。はい、久々に、帰りの大きな、はい、牧場周りを2人で撮っていこうと思います。はい、何が来るのが来ますか。危ないよ危ないよ。にゃ、あ、寒い。うん、今日も寒かったけどお客さんが多かったですね。ねえ、びっくりしたよ。うん、よいしょ。こんなに寒いのにわざわざ、うん、ダチョウに会いに来てくれた。ねえ、あー落ち葉も、はい、ないです。もう冬です。もうこんなに暗い。なぜ枯れ草が落ちてないんでしょうか。それは僕らがちゃんと掃除してるからです。ああ。えらい、えらい。あ、卵が、あ、今日も卵を体験してくれた方、よいしょ。意外と人気らしいですよ。うんうん。お、はい、このように帰りの見回りの時にスタッフが今日みんなが回収してくれたであろう卵を元に戻します。じゃあ、よし、じゃあ一周回るか。はい、行きましょう。さて、卵はあるかな、あるかな、ないかな。はい、あー、ごめん、怖い。みんな走らないでください。あら、移動してきてるね。うん、よかった。でかい、立派になって。もうね、大きさを制限していただきたいですね。大きさ制限したい。うん、あー、大きいと捕まえるの大変だから。戦う身としては、はい。先週のこちくれもダチョウのパワーをわざわざと見ましたね。見せつけられました。怖いですね。いやー、すごかったね。いやちょっともうやばい状況なのに面白くなっちゃいました。脱走ね、いったーと思って。あ、来るぞ来るぞって。いやな、すごい、もう何もあのマスクして見えてないからさ、危ない。あの、なんでしょうね、何も考えずに全力で来たからね。お、俺には卵が見えたぜ。あ、見えた。あ、2個もありますよ。あ、メスが回してる。かわいい。一生懸命営業している。コロコロ捨てても、いただきます。卵が2つ。はい、ダチョウの産卵期はもう危ない。何に驚いたんか。はい、例年でいうとダチョウの産卵期はもうすでに終わっているはずで、卵をあまり入手できないはずなんですけれども、はい、今年はなぜかまだ続いてます。踏まないで、蹴らないでよ。危ないね。ねえ、あの、蹴りそうでもちゃんと避けてくれるよね。たまに本当に蹴るけど。あ、じゃあ、そうこうしようか。よいしょ、いいよ。はい、いただきます。いただきます。よ、はい、綺麗な卵、はい、あとはパクコちゃんの卵ですね。はい、ともちゃん一押しの。ごめんね、ちょっとどいて、足どけて。お気に入りのダチョウから卵を奪います。ごめん、かーって言った。ごめん、パッコちゃん。はい、さっきコウコウしてたよ。あー、あ、オスも。ごめんね、名残惜しそうに卵をかけます。よいしょ、パク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 。何を喋ってんでしょう。もうすごくおしゃべりに見えますね。ごめんね、パッコちゃん。
ったかい。生まれたばっかかな。全然。そっちも同じ感じだよ。冷えてないですね。大きさ比較。お、同じぐらい？いや、若干。あ、若干こっちが大きい。そうそうそう。色もちょっと違うね。色が違う。生まれたて？いや、あったかさは同じくらい。あったかい。本当だ、あったかい。ちょっとしたカイロだ。すごく手袋越しでも伝わるあったかさ。16番あたり。そう、16番最近産んでる。今朝14番もあった。うんうん。かーって言わない。いやー、怒った。かーって言わないよ。そこの女の子はなかなか気が強いんですよ。はい。あ、あとあっちか。多分ないと思いますが。お。今日は風が弱いのかな。あ、なんか何これ倒れてるな。いよいよこの棒が自立しなくなった。五人中だ。いや、まだこの子は飛べるよ。まだ飛べるって。なんで倒れちゃうんだろう。まだ助かる、まだ助かる。まだガスか。ああ、くっつき虫にやられましたね。そこにもいるの？いるよ。やられ放題。くっつき虫じゃありませんみたいな、そのなんだろうね、不定をして。私違いますよ。そう。がっつりがっつりくっつけてくる。あ、そうそうそう。父ちゃんが言ってた。はい。あ。場所を見つけたわ。見つけた。やばいでしょ。あそこさ、一面足踏み入れたら終わる、ね。そう。一面この正式名称知らないけど、なんだろうね。このくっつく植物です。くっつき虫畑が。あそこにさ、おいって、おいって感じ。ね、もう悲惨ですよ。痛いし。農場内は結構人が入らないところは。いっぱいいるね。いっぱいいますね。なんか今日はひときわ匂う。あの養鶏場の匂い。養鶏場の匂い。うん。はい、ということで牧場の夕方の見回りでした。はい。皆さんもインフルエンザ等を気をつけて、今年終えましょう。そうですね。バイバイ。バイバイ。